おはこんばんにちは、ゆっくりレ夢ムよ。ゆっくりマリサだぜ。今日はランペドゥーザ島難民船沈没事故について解説しようと思うの。難民船沈没？どんな事故なんだ？2013年にイタリア最南端のランペドゥーザ島沖で、アフリカからの難民船が転覆し、366人が死亡した事故なの。ふむふむ、ぜひ教えてくれ。では、ゆっくりしていってねー。レ夢ム、まずランペドゥーザ島ってどんな島なんだ？地中海のシチリア島南方にある、イタリア最南端の離島ね。イタリア領のリゾート島なのよ。リゾート地なのか。確かに綺麗な海だ。マリサ、知らない？海水の透明度が高くて、海面に浮かぶボートがまるで空中に浮いているように見えるの。絶景スポットとして SNS でも話題になったわ。うっわー、船が浮いてる。マジ絶景。ベストセラー本の死ぬまでに行きたい。世界の絶景で、世界一位の絶景として紹介されたから、日本からの観光客が増加しているそうよ。これなら、私も行ってみたいもんな。ランペドゥーザ島の住民は約5500人なの。主な産業は農業、漁業、観光ね。水産資源としては、イワシ、アンチョビ、海綿、サンゴなどね。こんな綺麗なところで暮らしてみたいもんだな。マリサの気持ちもわかるけど、ランペドゥーザ島は生活するには厳しいのよ。過酷な自然環境のため農作物が育たないの。野菜は他の地域からの輸入に頼り、ガソリンはシチリア島から月に一度しか運ばれないわ。物価はイタリア本土に比べるとかなり割高だし、高齢化が進んでるの。おお、そうなのか。地図でもわかるように、この島は、チュニジア東方、マルタとの間のシチリア海峡に位置してるの。つまり、北アフリカから最も近い位置にあるヨーロッパの国の領土なのよ。なるほど。むしろ、シチリアよりもチュニジアに近いんだな。リゾート地のランペドゥーザ島は、アフリカからやってくる移民たちの玄関口でもあるってことなのか。マリサの言う通りよ。距離はどれくらい離れてるんだ？ 100km の距離よ。それは、かなり近いな。行政上は、ペラージェ諸島に属する他の島ともども、シチリア州アグリジェント県に属する、ランペドゥーザエリノーザという基礎自治体を構成してるわ。ランペドゥーザ島はシチリア州なんだな。戦争や貧困を逃れようと、近年は希望の大陸ヨーロッパをめがけて押し寄せてくる難民が急増しているのはマリサも知ってるでしょ？おう。そして、いくつもあるルートのうち、北アフリカからはランペドゥーザ島難民船沈没事故のように、海路で最短距離のイタリアを目指すルートが一般的よ。近海ではしばしば海難事故が発生して問題となっているの。ふむふむ、なるほどな。この事故の詳細を教えてくれないか？ OK よ。2013年にランペドゥーザ島沖で大規模な難民船沈没事故が2度発生して、様々な反響があったの。地中海では、これまでも多数の難民が命を落としているんだけど、これほど多数の犠牲者が一挙に出たのはこれが初めてなのよ。同じ年に2回もあったのか？10月3日と10月11日に発生したわ。1週間くらいの間に連続で沈没したのか。そうなのよ。まず10月3日から解説するわね。リビアからイタリアへ難民を運ぶボートがイタリアのランペドゥーザ島沖で沈没したの。ボートは、リビアのミスラタから出港したんだけど、難民の多くは、エリトリア、ソマリア、ガーナ出身だったわ。エリトリア国は、アフリカの角と呼ばれるアフリカ大陸北東部にある国よ。アフリカのシンガポールというスローガンを掲げて国づくりを進めているけど、政治は一党独裁状態で、アフリカの北朝鮮と批判されているわ。おう。エリトリアの国民は男女問わず全員、無期限の兵役または政府事業での労役が義務付けられているの。その上、政治的弾圧が横行していることから、人権侵害として国連から非難されているわ。難民が多いってことは、内戦があるとかなのか？現在、特に内戦が起きていないにもかかわらず、毎年数万人が国を脱出し、ヨーロッパで難民となっているわね。難民や脱走兵は見つかれば非国民とみなされ刑務所入りか、最悪の場合、殺されることさえあるの。そうなのか。エリトリア、覚えたぞ。では事故の話に戻るわね。難民を乗せたボートは、ランペドゥーザ島から3分の1未満のところでエンジントラブルを起こしたわ。この時長さ20メートルの漁船には、500人以上が積み込まれていたの。20メートルの漁船に500人だって？ 25 メートルプールよりも小さいだろう船に500人の人が乗ってたのか。エンジントラブルを知らせようと、彼らは近くのボートと連絡を取るために、船の上の毛布に火をつけたんだけど、最悪なことに、この火がガソリンに燃え移って、船に燃え広がってしまったのよ。あちゃー。でも、そうなるよな。火を消すために、多くの人々が水をかけ、火の中から積み荷を移動させたんだけど、船は沈没してしまったの。少なくとも350人が行方不明とされたのよ。500人も乗っていたんだもんな。人が動くだけで転覆しそうだぜ。その通りよ。難民は全員、ボートの片側に移動して転覆したの。事故後、10月7日の時点で、イタリア沿岸警備隊により、194人の遺体が収容されたの。うわぁ、そんなに亡くなったのか。救助された人は？結局、合計155人が救助されたわ。この生存者たちはほとんどがエリトリア人だったの。ああ、助かった人もいたんだな。乗船している約100人の女性のうち6人だけが生き残ったと考えられていて、難民のほとんどは泳ぐことができなかったらしいの。子供もいたんだろうな。船が水面下47メートルまで沈んでしまい、船内に入ることができるようになってから、10月9日までに行われた捜索活動では、さらに108人が収容されたの。10月11日は、ボート内のすべての遺体が収容されたことが報じられ、確認された死者数は339人に上ったわ。ランペドゥーザまであと少しだったのに、気の毒だ。まだ約50人が行方不明と考えられていて、行方不明者の捜索は、飛行機やロボット装置を使って続行されたのよ。10月12日までに見つかった20人の遺体を合わせると、死者は合計で359人に達したの。死者の総数は、その後366人として報告されたわ。たくさんの棺を見るのは、辛いなぁ。難民たちは少なくとも$3000を、リビアから海を渡る前に、リビア、ソマリア、スーダンの売買グループに払ったことが報告されたのが11月8日だったわ。こんな劣悪な状況でも、そんなに支払っていたのか。しかも沈没するなんて、地獄のようだ。ボートの船長とされる35歳のチュニジア人は、2013年4月にイタリアから追放されたことが報告されており、沈没に責任があるとの容疑で逮捕されたわ。彼は殺人として告発される可能性があったの。11月8日には、34歳のソマリア国籍の男とパレスチナ人の男も、航海を計画した証人としての容疑で逮捕されたわ。警察は、ソマリア国籍の男が、不法売買、誘拐、性的暴力、及び不法移住を扇動させるなど、様々な犯罪に関与している容疑があることを指摘したのよ。悪事のオンパレードだな。二人は多くの沈没事故生存者が彼らを見つけて、リンチされ始めていたところをイタリア警察に拘束されたわ。ボコボコにされるところを命拾いだな。これが10月3日の事故の顛末よ。10月11日の事故の解説をする前に、この事故への反応について話すわね。どんな反応なんだ？フランシスコ教皇が、ランペドゥーザ島沖で難破した犠牲者のために神に祈る、とツイートしたわ。おう、ローマ教皇がツイートしたら反響があるだろうな。フランシスコ教皇は、この2013年の3月に教皇に就任したばかりだったのよ。実はこの事故の3ヶ月前の7月に、ランペドゥーザを訪問していたわ。え？そうだったのか。それはランペドゥーザが難民船の事故が多いからなのか？そうなのよ。2009年3月27日、2011年4月26日に、ランペドゥーザ沖で事故に遭って、多くの方が亡くなっているの。ヨーロッパの玄関口に着くこともなく亡くなっているんだな。フランシスコ教皇は、ランペドゥーザに訪問した時には、漁港のそばでミサを開き、難民が使った後のいくつもの船が見える場所で、ヨーロッパへ入ろうとして海上で命を落とす年間数百人の人々に、哀悼の意を表していたの。そうだったのか。それから、イタリアの首相は、この事故について計り知れない悲劇とツイートしたわ。また、イタリアの副首相はヨーロッパの悲劇であり、単なるイタリアの問題ではない。この犠牲は、悲しいことに悲劇のうちの一つと述べて、続いている難民の流入や船の難破を処理するため、ヨーロッパの援助が必要としたの。これだけ事故が多いということは、無事に着いた難民を受け入れる側も大変なんだろうな。欧州内務委員会の委員はヨーロッパ連合に、難民船を止めるための救助パトロールを地中海全体にわたって増やすように、欧州対外国境管理協力機関国境課を通じて要求したわ。今回の事故もパトロールする船が来たら、沈没しないで済んだかもしれないよな。欧州委員会委員長とイタリアの首相は、10月9日にランペドゥーザ島を訪問したわ。首相は亡くなった難民のために国葬を行うことを発表し、委員長もイタリアで難民を支援するため、$3000万を使用すると語ったの。では2度目の沈没事故を解説するわね。10月11日に、マルタ領海内にあるランペドゥーザ島から 120km の場所で発生したの。その頃って、3日の事故の後に捜索とかしていた時期だよな。そうよ。事故の翌日の報告書では、34人が死亡したと発表されたわ。伝えられるところによれば、ボートは、シリアやパレスチナからの200人以上の難民を運んでいたの。シリアやパレスチナの難民なのか。そして、通過する飛行機の注意を飛行として、乗っていた人が船の片側に集中して、転覆してしまったわ。ああ。救出活動は、11月3日の転覆事故後、ランペドゥーザ島に配備されていたイタリアの船数隻の援助があって、マルタの権限によって実施されたわ。147人ほどの生存者がマルタへ、56人がイタリアへと連れて行かれたの。亡くなった人が少ない、とは言っても、1回目が多すぎたんだよな。2度目の沈没事故の後に、マルタの首相は海を横断してくる難民問題に対して、他のヨーロッパ諸国からの行動が不足していることに対しての不満として、私たちの地中海の中に私たちは墓地を作っている、と述べたの。地中海の中に墓地か。確かに。国際連合事務総長は事故の根本的原因を明らかにし、レスポンスの中心に難民の脆弱性や人権への対処策を含む、将来このような悲劇を防ぐ措置を講ずるよう国際社会に要求したわ。ふむ。そして11月8日には、イタリア警察が47歳のパレスチナ人男性を、公開を計画した証人の一人とする罪で逮捕したわ。なあ、レイム。イタリアに到着した人はどうなるんだ？難民船が到着すると、直ちにランペブーザ難民収容センターに運ばれるわ。夏ごとに、ランペブーザ島にやってくる2万5千人もの観光客の視野に入らないところに彼らはいるのよ。絶景の楽園と難民の島か。ランペブーザ島の住民は約5500人だけど、島へやってきている難民の数は5万人を超えると言われているわ。うわ、10倍か。収容センターは、2000年代初頭から運営されているの。アフリカの様々な港から到着する数多くの難民船は、収容センターの定員である800名を大幅に超えているのよ。定員800名？それじゃ足りないぞ。とても収容しきれないわね。では、収容センターのできた経緯を解説するわ。2000年の初頭から、ランペブーザ島は、ヨーロッパへ渡ろうとするアフリカ、中東、アジアからの不法難民の主要な通過ポイントとなっていたの。なんといっても場所が近いもんな。2004年には、リビアとイタリアの政府が、イタリア領域から強制退去された人々を受け入れることを、リビアに義務付ける秘密協定を結んだの。これによって、欧州議会の承認を得られないまま、2004年と2005年にランペブーザ島からリビアへ、多くの人々が戻されることになったわ。せっかく危険を冒してきたのにな。2006年までには、多くの難民が、ボートによってランペブーザ島へ行くのを助けてもらうため、リビアで密入国業者に料金を払っていたのよ。到着すると、多くがイタリア政府により、イタリア本土の難民センターへ送られたわ。その後、彼らの退去命令が強制されなかったため、多くが解放されたわ。解放されたのか。2009年には、島にある一時的な難民収容センターの定員オーバーが、国際連合難民高等弁務官事務所によって批判を受けたの。もともと最大定員850人として建築された施設では、約2000人もの難民を収容していることが報告されたわ。想像以上の定員オーバーだ。施設の中に入れないだろ？そうよ、多くの人々が、戸外のビニールシートの下で眠っていたの。そして2009年2月19日には、収容者の暴動によって火災が発生し、収容施設のほとんどが消失してしまったの。暴動が起きただと？2011年には、さらに多くの難民が、チュニジアやリビアでの内戦中に、ランペブーザ島へ逃れたわ。2011年5月までに、3万5千人以上の難民がチュニジアとリビアから島に到着したの。8月の終わりには、4万8千人となったわ。このほとんどが20代や30代の若い男性だったの。若い男性ばかりだったのか？ええ。この事態に EU 内部は揉めたのよ。フランスは、やってきたものの大部分は、迫害を恐れる難民というより、経済移民であるとみなしたのね。ふむふむ。ところで、この事故のように海難事故ばかりが目立つけど、難民たちにとって、船で海を渡るのは、ヨーロッパへの最後の関門に過ぎないと言われているの。本当に辛くて悲惨なことは、その前にもあったのよ。どういうことなんだ？渡る前に、何かあるのか？今回の事故調査で聴取を受けた8人の生存者の証言によると、20人の女性を含む130人の難民は、ヨーロッパに出航する前の7月、拷問や性的虐待など、筆舌に尽くしがたい虐待を受けていたそうよ。なんてこった。その中には人身売買業者に拉致された人も多いのよ。難民問題の裏には、巨大な密入国ビジネスがあると言われているわ。年間30億から60億ドルもの金が動くのよ。そんなことがあるのか。そうか、逮捕された船長たちの罪状が多かったのは、そういう意味だったのか。ヨーロッパへの上陸を目指す移民、難民がアフリカ中から集まっているリビアには、彼らを取引する奴隷市場も生まれているの。そしてその標的にされるのは大人たちだけじゃないわ。人身取引の犠牲者の 12% は子供なの。奴隷市場。多くの子供も犠牲になってるんだな。難民について、知らないことばかりだったぜ。そして、コロナ禍の今でも依然として難民はランペブーザ島に流入しているわ。難民収容センターでは感染が広がり、問題となっているわ。ワクチン接種ができていない人も多いだろうし、治療も難しいだろうな。2016年公開の海は燃えている、イタリア最南端の小さな島、という、ドキュメンタリー映画があるの。ランペドゥーザ島の島民の日常や過酷な旅を経て、島にたどり着いた難民の姿を映し出しているわ。マリサ、興味があったら見てみてね。見てみるぜ。それでは今回はこの辺で終わろうかしら。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは事故や災害について解説してるからよかったらチャンネル登録と高評価をよろしく頼むぜ。あとこのチャンネルで解説してもらいたい事故や災害があったら、気軽にコメント欄で教えてくれると助かるぜ。それではまた次回会いましょう。バイバイ。